しいですね、うん。私の本丸にはログインボイスが何回も聞けた刀剣男子は入手できるというジンクスがあります。皆さんには何かジンクスがありますか、教えてください。だそうです、うん。ああ、ジンクス。ジンクス。ジンクス。ジンクス、ゲーム以外でもいいです。なるほど。何かありますか、こういうジンクスというか、何、うん、か大切にしていることとか。あ、普段日頃うん、現場に、はい、持っていくペンは、うん、いつも同じメーカーの同じもの、これそうなんですね。そんな高いもんじゃないんだけど、なんか一回偶然使ってすごく気に入って、うん、わざわざこれを探して買ってストックしてある。へえ、そういうやつか。そうそうそう、だから僕も一緒です、はいはい、あ、同じペンをずっと使って。俺もこのボールペンしか使わないですね、うん。いや実は僕も一緒で同じボールペンを。マジっすか。俺もこれ20本ぐらい一気に買い上げた。あ、そうそうそう。家にいっぱいあるんだから。なくしたんですよね、ボールペンって結構。そうなんだよね。芯も買えますもんね。え？うん。いや、芯も買っとく。芯だけ買っとくの？僕、基本的にその青を使うんで、うん、青の部分ばっかりなくなっちゃうんですよ。うん、あ、まあ、ちょっと新しいんであれなんですけど。うん、だから、青と、まあ、黒の芯だけ買っといて。これね、黒一色なんだけど、これ、買った時は、ほら、中の芯が金色なんですよ。はいはいはい。だけど、うん、返信がね、シルバーなんですよ。はい、デザイン変わっちゃうって思って、返信使えないの。はあはあ、ってことは全部変えてるんです。全部変えてる。こだわり。そう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 。なんか、こういうの大事ですよ。なんかね、ちょっと気分がね、うん、いつもの通りのものを持って、現場に臨むって大事だよね。おしゃれなこだわりですね。ね直前のなんて言うんですか、ああいう、なんかバッターサークルとかでやるような、うんうんうん、あるじゃないですか。ルーチンみたいな、ね。ルーチンですね、うん。だってね、かの有名な一郎さんは、あのルーチンが15種類あるらしいですよ。そんなにあるの？すごいんだよ。全部を一つ一つ細かく見ていくと、15種類のルーチンやった後に、うん、バッターボックスで打ってると。そうそうそう。だから、あの有名なの最後の袖をピッてして、はいはいはい、これが最後2個あるんですけど、ここまで14個あって、最後にピッ。詳しいね。屈伸が何回とかね。うん、そうそうそう。あの、小ぶり、小ぶり、屈伸、屈伸、小ぶり、大ぶり、歩いて、屈伸、屈伸、内屈伸みたいな感じの。そんな長いの？すごい。はい、それ、うん、15個あるんですよ。15種類じゃなくて、15個を同じ、うん、ワンセットで順番に並んでて。なるほど。で、最後このピンまでがワンセットになっていると。そうそうそう。それだけは大事なことなんですよ。こういう集中力のいるね、うんうんうん、仕事とかも。大事ですね。ゲン担ぎとかそのジンクスというものはね。うん、思いのほか広がってびっくりした。いや、これは結構大事ですよ。いや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 、きっとね、みんなあると思う。そう、ゲン担ぎなんて役者なんてみんなやってますから、うん、そうでしょうね。僕絶対トイレの蓋は閉めますもん。あ、俺も閉める。うん。水閉めるようにしてるから、水ね、正確には。そうしたことあるけど。